あれマジ美味しくない？俺カントリーマーム大好きよ。あー What the fuck? Hello 皆さん、今日は久しぶりにロブロンリーノやっていきたいと思うんですけど、あれちなみにマイク変えてます。やっぱり YouTuber たるもの、常に高音質、さらなる高みの音質を目指さないといけないというわけで、あのね、いろんなマイクを試してるんだけど、まあそういうわけじゃなくて、ただ単に前のマイクの調子が悪いので変えてます。気がついた方、高評価チャンネル登録をしててね。ルート90の夜のシフト、まあこのゲーム、ロブロン・リーノならぬゲームだと言われて、もうそれどういう意味かというと、もうもはやロブロン・リーノじゃないほどリアルな、まあちょっと見ればわかると思うんですけど、早速やっていきたいと思いますね。ストーリーを読む、見てください、このおしゃれなスタート方法ね。これがもう違うと、ここが、あ、英語だ。この事件は、NO! 早すぎだ。ちょっともう一回だけ待ってください。その事件は、一人のお芋が仲間の従業員の代わりに夜勤に出社した時に起こりました。そしてその従業員は消えたので、あ、じゃあ、そしてその事件は、一人の従業員のお芋が消えた仲間の従業員の代わりに夜勤に出社した時に起きました。ああ、やってきましたね。どうやら、その、多分、お芋役が我々なんでしょう。この世にお芋で喋れるの俺しかいないからね。お!ここから出られない。この仕事が必要だ。これコンビニだよね。どう見てもね。セブンイレブンじゃない?これ。違うんですよ、皆さん。12、5だね。というわけで、ここの夜勤に我々は多分、出社したね。あ、今日は夜の勤務時間が初めてだ。購入者が少なくなるといいのですが、十分な睡眠をとっていませんでした。お前ちょっと待って、音でかくね、見てこれすごくない、ほらもう違う、もうもはやロブロン・リーノじゃないと。そして今日夜のバイトなので、早速やっていきたいと思うんだけど、音楽がうるさいな。まずこんな不気味な音楽かけて誰も客来ないぞ。ノブに何が起きたんだろう。彼はゆえき夜働くんだ。ノブ死んだやつ、ノブ?うるさ、これか。うるさいなぁ。ねえ、読む。カメラをチェックしてください。ドアを閉めてください。あ、監視カメラ系のやつ、これもしかして。そういうことじゃない?で、モップもあると。タスク。あ、タスクがあんのか。だからこれをやっていけばいいってこと?監視カメラはどうやって見るんだろう。おお、俺がいるんだけど、え、怖っ。棒出しなんだけど俺。でもまあちょっと こんなイケメンな従業員いたら来るね、夜勤では逆にね。はいはい、まあまあ、あ、いるね。俺またね、カメラが9個あって、倉庫見れる、裏倉庫見れる、裏路地も見れる、駐車場も見れると。はいはい、まあ、あ、まあ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 体質、なるほど、分かってきましたね。はいはい、まあでも言うて夜勤にしときますかと。夜勤のいいとこと言ったらね、やっぱあんま人が来ないとこ。そしてちょっとうんちあんだけど、誰こんな店のど真ん中でうんこしてくやつに、うーわ、もう、うーわ、やばくねこれ。誰だよこんな、こんな汚いうんこして、しかも見てこれ、ドーナツ生で置いてんだけど、珍しいよこれ。その場で味試せるねこれね。その場でこうやって、うん、今日はどのドーナツにしようかな、これ美味しそう、うん、美味しいって食べれるね。この中ちょっと誰かが相当な勢いで外してったんで、ま、え、ノブは明らかにクレイジーになってしまった。マネージャー何度もこれをなんとか、日本のアミュレットの一種みたいだ、絶対にわからない。え、ノブがこれつけたってこと。俺の元働いてた従業員、悪霊大使さん。やば、ノブちょっと気狂っちゃったね。ノブこれ、じゃノブもしかしてこんな外したの。ノブお前責任を取れ、責任を、責務を全うしろノブ。うんこした後は終わり。タスク、あ、まだあんの、どこ掃除してない、あれ、あと
この裏とか怪しいよね。なんか音する、音するんだけど、何？え、待って、もう掃除するとこないんだけど、どういうこと？これもしかして、おー、ちょっと醜い茶色いうんぽもあったと。ショップをきれいにするよ。ゴミを取り出す。はい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 。じゃあモップはもう終わりってこと？モップさよなら。あ、モップ消えた。ごめん、からね。これ2個取れんの？2個取りはできない、さすがにね。ちょうどそこまで筋肉足りてないと。筋トレしてゴミ袋2個ほど持てるようになった時に男になるんですよ。皆さん、真の男はゴミ箱2丁もしていくからね。お、うわ、暗っ、不気味すぎんちゃ。でもこれ、おう、何？え？何の音？動物かな？コオロギいるわ、コオロギ。コオロギじゃないわ。アライグマがいる。俺のね、おばあちゃんの家にアライグマ住み着いてんのよ。このラン、このランの音は何？え、何この音？このマイク俺引っこ抜いたらマジ最悪なんだけど、俺本当にマイクのコード引っこ抜く癖あるから、その癖直したいんだけど、コオロギ当たってたんだけど、マジで俺知らないよこのゲーム、このホラー話。アライグマ、じゃあ本当にマジで俺のおばあちゃんの家にアライグマ住み着いてて、今今度業者に依頼して取りに来てもらうのよ。やばくね、こんな奇跡ある。おお、ちょっとダンディーボーイが来たね。ショップ、ゴミ取り出して、誰だお前は。いらっしゃいませ。深夜に、深夜だけど、マイトローズコンビニセブンイレブンは調子いいです。なんだそれ、臭いってか。おい、俺の店は臭いってか。確かに臭いかもしれない。さっきうんこがちょっとこぶりついてた地面に。はい、いらっしゃいませ。どうしたんですか。今日の接客もあるコンビニだから、ここは。うん、お兄さんちょっと鼻が高いね。わお、顎も尖ってるね。いいね、いい顔してんね。バイバイできるよそれ。お、何かな、それ。お、ここはね、我々の特別な抹茶エリアですね、これ。まあ、抹茶いらないと。抹茶いらない、トイレ行きたいと。うん、トイレ行きたくないと。スッポンポンドーナツもおすすめですよ。スッポンポンドーナツあんまないから。お、違うこと、違う。あ、臭いと、やっぱ。なんだこれ。何かな、それ。それ欲しいってか？甘えるなよ。これ何？お客様、これだけ受け取ります。17.3ドルです。あ、財布忘れてしまった。後で支払ってもいいですか？ダメだろ。どういうことやねん、後で支払うって。オッケー、でも後で支払ってください。今すぐ支払う必要あります。どっち？え？オッケー。でも後で支払ってください。今すぐ必要、支払う必要。どういうことこれ、一緒じゃね？え、今すぐ支払う必要はあるってことこれ。こっち押してみる、右側。うえ！あなたはどんな人？覚えてるよ。怒ってる。え？どういうこと？必要ありますって言ったこと？金払わなきゃ買わせねえぞと。おい、来んじゃないよ、もうもう来んじゃないぞ、こっちの店に。まったくね、これだから、まあ、夜勤の怖いとか、やっぱり変な人がね、日中よりもちょっと出現しやすいという。もう怒ってってよ。でもね、こういう時は当たり前なんですよ。ありえなくない？何コンビニで後払いって。ショップをきれいにするよ。コンビニで後払いする人なんてありえないですから、ほんと。言語道断ですよ。クリックしてここに置く。倉庫から製品をピックアップする必要があります。なるほど。倉庫には多分ね、いっぱいあったんで、あれ、ここ入っ、あれ、これ閉めた方がよくね？倉庫には、どうでしょう。なんだこれ？何や、何あれ？わかんない。ああ、あ、これじゃね？あったあった。一個ずつ？お前筋肉なさすぎやろ。これ一個しか持てない、どういうことやねん。俺だったら80個ぐらい持てるぞ、これ。やめない？ちょっと怖い、ちょっと怖くなってきたね。うわ、嘘でしょこれ。何往復させられんの？ 20 往復ぐらいするんじゃないこれ。走れないでしょ、俺。俺人間的な能力欠如してる。走れもしないし、物を持てないし、いっぱい。
おかしいところね。こんな人間にはなりたくないですよね、皆さん。そういう時は毎日筋トレ10回、腕立て伏せ10回、腹筋10回、スクワット10回、ジャンピング、あと、うまそうだな、ちょっと。チョコチップクッキーね、皆さんどっちですか？俺は結構柔らかいね、しっとり派なんですよ。カチコチ派の人どれぐらいいますか？手挙げてください。カチコチ派の人。カチコチ派の人は、ちょっとよくわかんないよね。ただ、カントリーマームとかわかる？あれ、マジうまくね？あれ、マジ美味しくない？俺、カントリーマーム大好きよ。あー！わたまーだ！わなにこれ、なにこれマジで、なにこれ、バカ怖くね、なんかマイク壊れた、大丈夫これ、マイク使え、あ、こんにちは、これマイク使えてる、あーもうなんだ、もういい、もうやめて、もうやめて、もういいから、怖っ、このコンビニ呪われたコンビニなのよ。最近呪われたシリーズ多いけど、やっぱ呪われてる場所って行くもんじゃないよね、本当に。好きでさ、そういうの好きで行く人いるじゃん、肝ダメージとかね、キモいダメージね。え、びっくりした、やめた方がよくね、あんなんマジで現実世界であんなこと起きたらもう速攻退散よ俺。はい、さよならみたいなね、シフト中でも、はい、はい、やめまーす、みたいなね。LINE とかでね、すいません、ちょっとおしっこちびったのでやめます。伝説になるよ。おしっこちびり、父さん男。歴史に名を刻んで出てくるんですよ、皆さん。ただでは終わんないと。監視カメラとか見てみる？はっ！おい。おい。今跳ねられなかった？なんかすごい笑ってるし、今跳ねられたぞあいつ絶対。今跳ねられてたよね。俺見えたぞ今跳ねられてんの。あいつね笑ってごまかしてたのよ。めちゃくちゃ痛かったけど、超絶腰痛かったけど、腰の骨とか折れてたけど笑ってごまかしてたと。俺を怖がらせたいがあんまり。ちょ、監視カメラ見て。はい、俺かっこいいな俺。かっこいい俺。いつ見てもかっこいいね俺が。はい、そうか大丈夫、そうかさっき言ったからね。裏のとこも大丈夫、ここも大丈夫。なる。ほーだー。俺は今まで数々のホラーゲームやってきた。こういう長いことをした後には、絶対何か起こります。来るよ。来いよ、かかって。こいつ顔面ないぞ。何？ショップをきれいにするよ。監視カメラ見てみる？ Please! Please! お前、俺かっこよ！俺かっこよすぎ？俺自分の顔見るたびに惚れ惚れしちゃうよ、ほんとに。お前見て、これお尻サービスもあるぞ。唾飛んでんな、マイクに最悪。あ、普通の人か。誰だお前は。なんだこいつは。もう普通の客で、普通、なんでとか失礼だ、失礼だな、俺。ほんとに店員として無礼な態度って。いらっしゃいませ！今日のおすすめは芋の丸焼きでございます。俺の体の一部を引っこ抜いて、オーブンで焼いて、ほこほこで美味しいので、ぜひ、試してみてください。1個、1万です。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。大サービス中です。芋の引っこ抜きスタイル。俺の声が、店内 BGM なんですよ。待って、卵ここに置いてるコンビニやばくね？しかもなんか相手ね、絶対誰か持って帰ってるで、俺さりげなく。卵1個盗んだらバレなくね？盗難用のさ、あれにも引っかかんなくね？めちゃくちゃ待ってんだけど、この人何？おい、はよしろ。おい、じゃあもうちゃ、あー、来た、はいはいはい、どうでしょうか。すごい顔してるね、お兄さん。何？どうして全てが高いのですか？すいません、価格は設定してません。あなたはバカです。
なんだこいつ、こいつあんだけ見て暴言吐いて終わったぞ。おいおい、お前家どこだ、家、家教えろ、家俺に。おい、くっそ、うん、絶対なんかヤバい客だったの。今んとこヤバい客しか来てないじゃん。金後に払う客と暴言客と何、あとちょっと見る監視カメラ。何何、怖い怖い、何何、うわぁ、お前、え、なんか火事なんだけど、どういうこと、え、箱も動いてる。ねえちょっと待って、やばいって、どういうことこれ、どういうことになってきてるのこれ。ちょっと皆さん、皆さんとんでもないことになってきてます。火事が起こってる、ゴミ箱で、ゴミ箱で火事が起こってる。ねえねえねえ、やだ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 、怖い怖い怖い、何何、ゴミ箱を、あ、誰かいる、おい倉庫に帰るな、勝手に。あ、ノーノーノー、ラジオ、午前12時40分に5つの地区で緊急停電が発生し、だって変異時の技術的な失敗により中央電力グリッドのパワーエンジニアがディーゼル発電所をバックアップしました。110kW の高圧ケーブルラインの切断により電力供給が中断されたと報告されています。やばいって、初心者の電力供給維持し回復作業進行中です。 IS のプレスサービスが報告しました。そして今日のニュース、何を聞いているのか分かってる、後ろにいるぞ、君の後ろ、ご、え？何？え？何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 ？え？カメラ？うわ、全く見えねえ。安心できる。おお、かっこいいね、俺。俺かっこいいけど。何？うわ！うわ！うわ！何今の？お、このコンビニ呪われすぎてるって。ねえ、これ何？こいつ何？でもね、家の外のね、あれ出れない。お前、着いた、着いたけど。ATM。あ、待って、こいつあれじゃね？こいつ、最初来たやつだ。金のやつ、金のやつ、金なかったやつ。ほら、ほら、千鳥足で。やばいって、これこいつ気をつけて、こいつ気をつけた方がいい。おい、やばいやばい、千鳥足なんだけど、めちゃくちゃ大丈夫かこいつ、ほんとに。おい、お前何をしに来た、大丈夫、大丈夫じゃないやろお前、トイレ行くのもしかして、わざわざここに来て。家に帰れよ、家に帰れよ。お、立ち直した、めっちゃしゃっくりしてんだけど。酔い、飲みすぎだって。そんなにまで飲むからダメなのよ、二日酔いとか。俺も一生なりたくないからね。誰もがそう言うんですよ。もう俺絶対酒飲まないと。もう酒飲みすぎだと。もう俺一生酒飲まないって言ってね。もう一週間ぐらいぐらい飲んでるから、みんな。少しオーバーヘッドしましたが問題ありません。金ないでしょあんた。もう一度 17.3 ドルの借りがありますと。借金してる。そう覚えてるよ。ほら、めや。あ、じゃあ 17.3 ドル受け取ってください。あなたは悪い人です。なんでやねん。なんで俺悪い人やねん。俺いい人すぎやろ。
そんな警察にも報告しないで、どうせ車乗って帰るんでしょ。何してんの。もうきつい、いろいろありすぎだって。やめておいて帰った。事故んじゃねこの人。ほら事故った事故ってやんの。え、開いてる。なんで、誰か来た、誰か来た。めちゃくちゃルンルンで来たんだけど、この客は。あ、すごい顔してんね。クレイジーボーイ、クレイジーダンシングボーイ。あ、こいつ窓から見てたやつじゃね。クレイジーダンシングボーイ。なんだここマジで。何もなくなった。監視カメラ、あ、かっこいい、かっこいい。お、また来た、また来た。客多いな、なんかいきなり、いきなりめっちゃ来るやん。さっきまで全然来てなかったのに。どうしたの、どうしたの。あ、いきなり来るの、いきなりレジ来るの。あら、どうしたの、どうしたの。あれ、なんで行って戻ってきたの。はい、レスリング、探していたものが見つかりましたか。はい、これだけです。これは400万です。どうぞ。ありがとう、おやすみ、また来てね。いい人だったね。今までで普通の人がやっと来たと。やっと来た普通の人が。もう全く大変だわ、もうね、本当にね。たまにあるんかもしれないね。でもね、夜勤何年も何年もやってるとこういう日がたまにあるんかもしれない。いや、ないな。監視カメラ見た区議長。何かが起こってない時や監視カメラを見ると何かが起こってるんですよ。何か起こってない方向、局なんかね、柱にね、人っぽいのが見えた気がするんだよ。違うかもしれない。違うか。え、怖っ。どこ行けばいいの。こっち。なんで、信じられない。え、開いてんだけど、金庫とかが。そして、綺麗、死体、うわ、ペチョペチョしてる。これもしかしてノブ、ノブの。ノブ、このペチャペチャ、信じられなかった。見つけてくれ。え、ノブ、ノブ捨ててこ。ノブ、ノブがいた。見つけてくれって言ってた。かくれんぼしてんのかもしれない。ずっと俺が忘れてるだけ。かくれんぼしちゃって帰っちゃった友達なのかもしれない。見つけてくれってことは監視カメラで見つけ、あ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 、怖かったんだけど。何を注文したの。え、いきなり現れなかった。今日の午前3時、高速で道路から飛んでいた。え、死んだ。最初の運転した男が中毒状態だった。そんなに飲んで運転する必要なかったよ。え、何かが来るんだけど手伝わないよ。え、事故死したんだろ。 No No No。 何こいつ、何、 Oh my、 めっちゃいる。トイレに連れてってあげようか。え、悪霊退散。何だった。どうやらノブのアミュレットがこのクリーチャーをこれで怖がらせ。ありがとうノブ、悪霊退散最高。危なかった。あの酔っ払いの人事故って死んだんだ。
そして俺掃除すると。まあ、そりゃそうなるよね。だから皆さん、飲酒運転ダメ言うたやん。俺飲酒運転ダメ言うてたやん。それなのにやるのはあの人が悪いよ。そして俺が後始末するというね。この、なんかお化けに襲われて。まだあの血どっかに。めっちゃ血あんだけど。お前、怖い怖い怖い。終わった？終わった？ちょっとこのゲームめちゃくちゃ脅かしてくるやん。あ、シフト終わった。やった、帰ろ。来るよ、でも絶対なんか来るよ。帰ろ。お、あなたいい人ですか？もういません。夜を無事に越しましたが、ストアから大量のマネーを盗むことはできましたが、解雇はされませんでした。え、俺はもう亡き人となってたってこと？いつの間にか死ん、俺死んでたのか、もしかして。もうすでに。でも一つだけ分かったことあります。絶対にノブが働いてるコンビニには行かないようにしましょう。登録してくれたら芋あげる。